ただつだかパクってこねえかな。はい。うん。11個、え？ろ？九か。九箱ですね。今一瞬動いたけど。何？九ですね。はい、というわけで、9箱を買ってあげていこうと思います。買いに行ってくるぞ。はい、というわけでエクストラパック2017 9箱買ってきました。いや、ほんともう今遊戯離れてて、ほんとわかんないんですけど、なんせスパイラルが強いって言われてんのかな。いや、でもな、サブテラでもな、アンデッドでも知らない崩したからちょっといいかなって感じ。とりあえず、まあ、出た中から何を作るか決めていこうと思います。あと他にもね、なんかその大会の優勝者がもらえるカードのレプリカとかも入ってるので、そちらも楽しみですね。では開けていきましょう。はい、では見ていきましょう。まずは1箱目です。いや、結局エクストラパックって買いたくなるよね。うん、かっこいいカード自体。おお、あー、かわいい。やっぱレアリティまだ見てなかったね。ごめんなさい。レアリティこちらになっております。エクストラシークレットが2種類、シークレットが2種類、ウルトラレアが4、スーが6、レアが10、ノーマル30となっております。シク確定じゃないのっていう噂が。はい、というわけで1箱目出てきました。見ていきましょう。ペンデラムスイッチだ。知ってるこれ？全然。強いんだよ。自分のペンデラムゾーンのカード1枚対象として発動できる。そのカードを特殊召喚する。ヒッティングしたカード特殊召喚できるんだよ。やば。で、あと自分のモンスターゾーンのペンデラムモンスター一体対象として発動できる。そいつをスケールに置くと。で、永続魔法で一旦に一度使います。強いよね。あー、出たデスサムライ。なぜ落ち武者と書いてデスサムライかが分かりませんが、召喚成功時にアンデッドで墓地を落とす。もう一つ、相手の効果でフィールドから離れたらデッキからレベル以下のアンデッド特殊。うん、強いんだよ、うん、アンデッドがなんか、あ、出た、スパイラルミッション強襲。おー、手札からスパイラル特殊できる。墓地のこれを除外してマジックアブソーバー。うーん、なんかよくいそうですね。あ、出た、地中海シャンバラや。違う、シャンバラご飯みたいなシャンバラやね。これサブテラーのフィールド魔法ですね。うん、あの、よくあるあれです。効果処理としてサブテラーモンスター1体手札に加える。で、メインに自分の裏側を趣味表示、サブテラーモンスターを1体表側表示、リバースですね、リバースさせることができると。サブテラー面白そうですよね。スパイラルギア、エクストラアームズ、すごい、リーゼントなんだ。スパイラルグレース、スパイラル魔法使えるくなる。あ、スパイラル、お、サブテラーの、刀匠。ちょっとレアカードだけ反応してっか、たくさんあるし。スパイラルジーニアス、すごい。広角機動隊とかにいそう。あれかと思った。あの、前のエクストラパックの人。トラップの。あ、バージェストマン。あー、そうだ、すげえ、すげえ。なんか、こいつすごいバージェストマンっぽいですね。っていう話をしたかった。スイッチ。あ、来ましたよ。はい。え、あ、出た。強いやつだ。ドラゴンバーミリオン。あの、珍しく星級って、大体モンスター2体以上とか、チューナーと非チューナー2体以上っていう3体いるんですよ。あの、トリシューラとかね。ミストボムとか。こいつなんと星9で2体でいけます。強いんだよねこいつ。なかなか強かった気がする。あ、そうだ、これもあんのか。あとフォーミュラアスリート FA があるんだ。スパイラルリゾート、アンデッド、ベンデッド、ヘルハウンド、いいなぁ。アンデッド作りたいんだよな。挑戦のドラッグスター。何これ、変なの。あ、え、光り物じゃないの。グライオス光り物かと思ってたけど光ってないよね。光ってない。割となんかリーダーっぽいと思ってた、サブテラの中で。サブテラのヨーマ、レアのやつです。レア、ジレア。フォーミュラスイッチ、ダウンフォース、ベンデット、レベナント、かっこいい。イラストがもう日本っぽくない。すごい、相手によって破壊され墓地を送られたらこのカード墓地から特殊だよ。で、フィールドの、あ、儀式に使うのか。儀式に使うんだね。お、うわっ、蘇っておるさっきの人が。あ、ね、かわいいかわいい。あー、かわいい。リゾートスタッフチャーミングだって。あ、リベンデッドスレイヤー、ベンデッドの儀式モンスターですね。儀式かっこいいよね。相手でモンスターの戦闘を行うときに、あ、墓地からアンデッド除外すると300アップだって。ただ戻らないね、戻らない、ずっと300アップ。へえ。儀式召喚したこのカードが墓地で送られた場合に、デッキから儀式魔法カード1枚手札に加える。そしてデッキからベンデッドモンスター一体墓地を送る。ちなみにこれもさっきのやつも300円ぐらい。いや、安いのか。スパイラルミッション強襲。うわ、やばい、あんたどうした、力に溺れた人だ。ラストリゾート、ダウンフォース、サブテラムリ、おお、おお、
すごいかっけえ。サブテラマリスグリアードリバースした時にアイディフィールドのモンスター1体を対象取って除外します。対象取ったらね、ちょっと厳しい世界だよ。サブテラはリバースなんですか。リバース、リバース。ちなみにこいつは何円ぐらいでしょう。150円です。ウルトライヤーサーキットグランプリミスティ、お、なんかフジコっぽい。サブテラマリスの潜伏だ、誰かいるこれ人。海外のカードってイラスト気になるんだよね、すごく。なんかサブテラモンスターが潜んでますね、うん、あーミニ四駆サブテラマリス、うーわーエルガウスト。こいつちなみにリバースした時の効果が、フィールドのモンスター一体を対象として発動します。それのモンスターが守備表示の場合、表が攻撃表示にして攻撃力をゼロにすると、うん、強いね、うん、隠密忍法帳テク、あ、忍者だ。手札から忍者モンスターって墓地を送って発動できるデッキから忍法魔法トラップカード1枚選んで手札に、あ、フィールドにセット、うん、すごい。うらら回避、うん、あ、はい。サブテラの決戦、これなんかねかっこいいなと思って見てた。なんかリバースさせたりできるんだよね確か。強、フィールドの表側表示のサブテラモンスターって選び、そのモンスターの攻撃力守備力は短縮表示まで攻守の数値を足した合計になる。へー強っ。ブルーアイズだと5500になる。やば、なんか強そうだね。うん、うん、かっ、サブテラちょっとかっこよくね。あ、なんかサブテラいいんだけど。好きそう。ちょっと、あ、スパイラル、スパイラルいいな。あ、ドローンだ。何でも使うやんスパイラル。救出、あ、なんかたやられてんな。あ、出たバージェストマン。あ、なにこれ。あ、なんかあれじゃね、なんかあったんじゃない。まあなんかあったんですね。なんかあったんだろうね。儀式魔法だよこれ。へえ。サブテラの激闘、あ、サブテラマスボルティニア、かっこいい。サブテラなんかすごいいいな。デスサムライタフネス、教習グライオース、スパイラルリゾート、フィールド魔法だ。このカードのコントローラーはエンドフェーズ前に自分の墓地のモンスターってデッキに戻す、または戻さずこのカードを破壊する。これがフィールドにある限りスパイラルカードは相手の効果の対象にならない。うわ、で一旦に一度メインフェーズに発動できるデッキからスパイラルモンスター1体手札に加える。やば、キーカードだね、うん、これ相手に貼ってもよくない。そうでもねえか。グレース、うわ出た、うわいかつ。サブテラマリスジブタール、ジブラタール、レアリティがウルトラですね。リバース効果は手札のサブテラ1体切って2ドロー。でもウルトラだもんね、うん。でもなんかさ、こういうカードってさ、ウルトラよりさ、数がなんかキーなイメージだよね。あ、スパイラル、ボルテックス、うわ、強っ。かわいいかわいいかわいい。サブテラの車種、なんかすいいなぁ。あー、え、なんか女の人多いな。ほら、どのカード見ても、あ、違ったわ。タング・オン・マッハ、はい、一箱目はこんな感じですね。やば、ほんとじゃん、地区出てないじゃん。うーわー、2箱目開けていきます。ちょっと今ネット情報によると、スパイラルザ・ダブルヘリックスっていうのが高いっすね。え、シークレットで3000円、やば。リンクモンスターなのか。ちょっとそれが出せればいいなと思っております。じゃあ2箱目参る。ノーマル見たんでちょっとパパっていきましょうか。ミッション、メイスティ、シャッシュ、リゾート、グライオース、ペンデュラムスイッチ、デスサムライ、シャンバラ、教習、巨匠、激闘、ボーン、ジーニアス、あ、来た来た、誰だ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 、はい、おお、ジブラタール先生、2枚目ですね。まあまあいいんじゃないですか。決戦、犬、ゾンビ、ドローン、車、あ、バイク、助けて、ガラーって、おおおお、サブテラの戦士。これ絶対キーカードじゃん。うわ、墓地から特殊できるんだ。酔い通？酔い通だね。なんかちょっとサブテラのことよくわかんないですけど、大抵星4のこの攻守、1800-1200は大抵キーカードです。誰だ？はい。あ、出た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 。テセウスの、魔生物。こいつの出たせいでちょっと変わってくるらしいです。インスタントフュージョンの使い道が。ご覧ください、こいつ。なんと、星5のチューナーです。有効なのに。そう。だから、インスタントフュージョン使って、こいつ出せば一発で星5のチューナーが出てくるという、なかなかぶっ壊れらしいです。いや、よかった、出て。え、スパイラルだ。はい。あ、ウルトラか。
スパイラルダンディ、はい、出ました。この星4でこの講習は間違いなくキーカードです。必須カードみたいなもんか。よきよき。おらおじゃら、うん、あ、出た融合再生機構。これ、え、スーだ。そしてそうですね、これすごいんですよ。融合カードがすごいことになります。手札1枚捨てて発動できる自分のデッキ墓地から融合を手札に加えます。墓地からもいけるんですよ。で、自分回転のエンドフェーズにこ このターン融合召喚に成功した自分の墓地の融合素材モンスター1体を手札に戻すという、1体で融合できるみたいな、うまくいけばそういうカードになっております。以上。ちなみにサブテラーの戦士500円前後ですね。安くね。2箱連続祝引いてないです。え、怖い怖い怖い、やべえ、祝が出ないな。3箱目いきます。はい、3箱目出ました。見ていきましょう。もうど、あ、やべえ、え、待って、え、待って、え、え、一番高いやつ。待って待って待って、メグレース、ゾンビ、グレース、はい、そっちか。スレイヤー2体目です。待って、期待あるじゃん、あの岩の人じゃん。あ、サブテラ多くね。ジブラタル3枚目です。やば、ちょっと苦しいか。あ、バーミリオン、そろそろ祝が来ないとちょっとおかしいぞ。はい、サブテラマリスリグリアート。ちょ、祝、待って、祝なんで出ないんだ。ちょっと雰囲気が怪しいぞ。かわいい、よし、サブテラの戦士。おい、これサブテラ一択な気がしてきたな。うん、あとはなんかパッと見て、え、待って、宿ないじゃん。やばやば、え、こわ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 、やば、事件事件。え、入ってるよね。うわ、今この上二つ一枚まだ出てないです。確かに、こわ。四箱目いきます。四箱目か。四箱目見ていきましょう。もう見えたよ、絶対バーミリオンだったもん。デスサムライ、ドラッグオンバーミリオン。いや、嬉しいんだけど、そうなんだよね。え、待って、何これ、何何何、リンクリンクリンク、何何リンク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 、待って待って、リンクだ。え、3000来たか。え、え、あ、あ、そっちか、そっちか、そっちか、あ、かリバースモンスター2体でリンクします。リターンにするとリンク先のモンスターがリバースした場合にデッキ墓地からリバースモンスター1体手札に加えるという。いや、もう見た目がかっこいいからもういいや、なんでも、うん、この箱やべえよ多分。やべえ、もう1体来るよ多分。いや、そんなことあるのかと思うじゃん、うん、あ、まあこいつはまあまあ、ほら、あ、待って、違った、来ねえわ多分。竜巻竜ってのも見えてるじゃ、ごめんなさい、さっと行って、あー多いな。クリアードね、順番は多くねえか。さっきいたのエクシーズ見えたもんね。おおおおおお、2体目、ありあり、ごめん、ちょっとエクシーズがあれだと思ってたからすっかり忘れてた。トルネードラゴンっていうの、これ強いんだよ普通に。へー、4エクの新しい人たち、シンプルに今までなんか魔法トラップを除去できる要因ってあんまなかったじゃんね、うん、これも純粋にですね、一旦にずっとエクシーズ素材を一つ取り除きフィールドの魔法トラップを破壊できるという。へー、相手ターンにも使います。これからの要因では使われるのではないでしょうか。汎用って感じですね。そうだね、はい、以上になります。うわ、初出たね、祝1枚目、6枚だね。祝があると6枚、ね、そうだね。じゃあもうほんと祝出したもん勝ちみたいな、うん。